まあ楽しいからだよね。動いて若者と政治について動き出しちゃったからハマっちゃって楽しいし、もっとやれることありそうだし、まだやり足りてないし、だから動き続けるって感じかな。変わってるでしょ、それは動けば動いただけ。それがわかんない、社会のガラッと変わってないかもしれないけど、例えば俺が何かやることで投票に行かなかった人が5人投票に行くようになれば、それは社会を変えてると思うしっていうぐらいの感覚。だから動いて、どこまで動けばいいのかとかは全然分かってないけど、動けば変わるっていうのは間違いない。日本が人口減少社会になってきていて、今まで人口が増えていく前提で作った社会の構造がガラッと変わるタイミングだから、そこで社会を将来担うし、まあ今も当然になってる若い人が動くっていうのはチャンスだよね。若い人が動けるチャンスが今の時代かなと思ってるから、社会が変わろうとしてる中で、社会を今後になっていく若者としていろいろやると楽しそうじゃないと思う。まあやっぱ俺が学生の頃からもそうだし、まあ今もそうだし、やっぱり関西での、特に京都での学生の動きっていうのは全然東京とか違って面白いから、やっぱそのいろんな学生に何か伝えれるし、学生から何かを聞けるっていうのはなかなかない機会だから、そこで、まあ、みんなとのやり取りとかを楽しみたいなと思って参加します。若者であるっていうそれだけがやっぱり特徴だし、それが力になると思うので、そのまあ今みんなが持ってる若者っていう特徴を、力をもっともっと大きなものにしたりとか、その力にいろんな要素を加えるために、ぜひ若者町会議で、まあ、僕と他のゲストの人とかのいろんなやり取りを、一緒にその場で楽しみたいなと思ってます。当日会えるのを楽しみにしてます。